ちは。今日はどちらに？レイジ。ここから遠いんですか？遠いしょ。近い。じゃあ行ってみましょう。香りがする。なんかいい匂いするね。香りがカレーだな。カレーっぽいな。次行くお店はどんな？マンソンレイジ。シャモだっけかな。シャモ。なんか特殊な鳥で鳥肉。鳥だ。ここ並んでる？この辺ですか？レーダー、レーダー。ビストロだ、ビストロが。ヤスさん、これ、はい、どうした？どうした？近いです。でもなんか行き過ぎてる感がある。本当細かいところな。本当はね、そうだね。ケーキ屋とかすごいし、欧風料理。お、来た。来た。一階だ。いい店が、でも本当おしゃれすぎるね。すげえおしゃれな感じだよ。これやってるね。うん。なんか書いてますよ。うん、すげえサーモンと煮干しの狙いかも。
ない。いやでもな、腕は全然、その色を見る。すごいね。色がやばいし。すごいね。もう、なんか、明日も。オレンジとかグラスオレンジ、うん、すげえ、うまい、すげえね、パーソンが座ってんの、みんなどうですか、めっちゃおしゃれだよ、めっちゃ雰囲気いいじゃん、うん、めっちゃ雰囲気いい、そう、居心地がいい、うん、すごい、椅子と椅子離れてね、うん、結構広かった、ね、うん、そう、間取りもね、うん、ゆとりある空間みたいな、うん、おしゃれな図書館の一室みたいな感じにしてる、うん、すごい、はい、じゃあ、そうか、そうか、すごい、とにかくおしゃれだよね、あの店の本体に入る前のなんていうの、前庭みたいなガーデン、小さいミニバケツに、ミニのカナバケツに入ってたりとか、なぜかそうですね、アキラとゲバロウさんでしょ、なんでアキラをあんな押してるのかわかんないけど、すごい世界観なと、でももう今の流行りとかはやっぱすげえ取り込んでるのわかるし、新しいタイプのラーメンなんてやつよ、すごい、やっぱりだしね、モニトルでシャモソワの方も醤油がすげえ立ってんだけど、結局しょっぱくないしね、今の流行りだよ、やっぱな、だからともすると鶏南蛮みたいな部分になってる、それでみんな大好きなあの三河屋製麺のそばっぽい麺、あれだよね、もうだから外しようがないんだよね、シャモのスープ飲みたかったいや、多分シャモのスープはそこまでなんか独特のあるあるだから、シャモ感はない、とか、やっぱり四葉とかの地鶏使ったやつらの方がやっぱり正統派だし、多数派になるなっていうのが主流になるなっていうのが分かるらしい、うん、そう、すごい、オレインサイズを同じして3種類のチャーシュー、すごかったね、3種類ね、特製すごいね、こだわりがやっぱすごい、すごいレア感が、味玉も多分今まで食ったので異色の味だけど、レアだし、なんの地鶏の卵なんだろう、すごいオレンジで、あんな見たことあったね、そうでしたね、麺うまい、普通だから裏切らないやつで、三河屋さんそばっぽい、シコ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 して、うん、あれうまい、そばっぽいやつでもみんなだから四つ葉とかさ、入り出しようっていうのあの形なんだ、四つ葉にやっぱ近いよね、あの形になるんだよ、三河屋さん出てくることは結構名店ばっかですね、これ期待できますね、これうまいっす、はい、じゃあ欲しいくせさん 2.25 です、あ、2.25 来た、これやっぱ本物だよ、ランカーだし、ありそうでないんだよ、やっぱね、こういうタイプの店はきっと都心とかに行けばゴロゴロあるんだろうなみたいな幻想はあるけど、実際にはないんだよ、だから新しい、あれを言っていて、しかも逸脱してない、ね、今の自分とか本流だよね、ちゃんと押さえてるね、意外な、やっぱすげえ店だと思う、本雰囲気的にやっぱすげえなと思ってる、うそ、みたらしとかも食わない、天然昆布だし、
昆布だしのみたらし団子、すごいね。スカイベリーいちごタイプ。あ、スカイベリーってのがよく聞くよ。最強の最強の、うん、最強のいちごだ。ここ気になるね。これはすごい、なんかオーラが。オーラがあるね。買う？ちょっとお茶持ってくるの。ありがとうございます。お茶いる？ただですよね。うん。どっかじゃあ食べましょうか。この超でかいのがスカイベリーですよ。でかいね。うん、そっち行く？でかいね。テーピングというわかるやつ。これやばいな。430円、うん、1個もう一回比べらんないね。いや、もう十分でかいのがあるし、背が高いの。ボールみたい。これも取ってる。でかい。明らかに人回りでかい。本当だね。イチゴと同時に食わなきゃいけないでしょ。ね、イチゴだけ食いたいけど。すごい風が待ってる。いけ？ほぼ300円以上このイチゴの値段でしょ。やったうまい。めっちゃうまい。この合わない感がいいんだよね。イチゴの甘酸っぱさと、うん、あんの過剰な甘さと、うん、すごいジュルジュルいってくる。どうしよう。うまい。確かにうまいけど、400円スイーツだわ。